左右、君が任務を達成したというのは。おい、そんな、わけぐらい聞いてくれよ。縛っておいた。はあ、旅人さん、状況は大体理解しました。小川さん、しかし、はい、他に何もここにいるとうむ、この子は普段カノナナを説はたどんな仕事、しかし皆さんもは、そしてそんなことごめんなさい。説はさ、はあ、あの子はただ、さゆちゃんの師匠が離れる前、私は頼まれ、それに実際、さゆちゃんは、師匠の期待をずっと忘れず胸に刻ん、彼女を可愛がっていた、はい、おね、そうかも、師匠はただ結局せ、泣き言を、しかし、せめて、うん、とにかく、だからこ。無事今日の Thank you.
あれ、どうしたの？うん、そうじゃなくなるかもしれないけど、私の名前はレ。読めば読むほど。もう書稿を書き終わり、今は私って早めに先生に実を言う。眠くてし、周りの同級生を助けてくれる人がいない。はぁ、あ、ちょっとおかしい。いつも寝不足だから。うん、宿題も時間通りに完成してるし、それにどういうこと。お星様が。はぁ、あ、一歩一歩ちゃいけない。おしゃ、はあ、論文が、それは。でも知恵の洗礼はとてもすごいの。助けが必要な時は、うん、返答が来る。でも今は、あれは今回も来て、他の伝説をた、あなたも来てくれる。ごめんなさい。それじゃあ、洗礼の知恵の伝道に、歴史は長くないけど、きっと助けてくれるよ。名前はそもそも知らない。誰かに聞いて。すみません。この間、その、そしたら2日後返答が。ああ、私が聞いたのとほぼ同じだね。もし質問に答えてくれなかったら、こっちは待ってる時間なんてないよ。とにかく簡単さ、あっちの本棚から。あ、そ、それ数日して戻ってきて、封筒に赤い印象が押されていたら、それが洗礼。印象がなく。わかりました。じゃあ、待ちましょう。明日は時間どう。そう、じゃあ明日。昨日の手紙を見てみるね。あ、本当に封筒に赤い印象が押されてる。洗礼が答えて。よかった。どれどれ。お手紙、あ、動機が不純。私が、論文は、でも締め切りが、質問のこ、それをかん、そん、洗礼の言う通りだね。反論、でも、時間、え？親切、論文が無事に終わった。じゃあ、一つ目の日、この文章、知恵の道ってんの、そうだね、待って。かつて、こき、スメールし、そして次の瞬間、恐怖、でも、一理あるね。じゃ、この辺りのはずだね。当時はこの方角、はあ、いやいや、監視、確かに、仮に、洗礼、うん。それで、不用心に、あの子は、結局、幸い、エルマ、うん。それは、すごく、教令員の人、その存在、結局、うん、お守りをな、あ、
ごめん、つまり言いたかったのは、あの時、もし洗礼が、その、それもさ、ここら辺だと思う。ここだった。それはどこかに隠れて、はあ、最初のほら、いや、どういうことなの。二つ目の予想通り、ここまでのルタワヒストが、そして仕方ないよ。さ、入学して準備はば、設備はお、設備をせ、ドボン、私っていいんだよ。これも悪循環の人、大した問題はなく、でも壊れた設備を、う、バレ、私はみんなに期待、考えたよ。壁にぶつかっ、ごめん、ちょっと大げだから知られ、よし、どうでもいいところはここだ。見つけたよ。三つ目の手がかりは、うん、順番的にも普通。とにかく案内するよ。十字路と言ったら、あの時は、でも、機械、砲塔団は人数、なんともいい、神の目を持っても、あの時、それから、最終的、でも、すごく、金品だ、スメールし、手を出せばよかった、慰めてくれ、洗礼がい、そうだね、多分、この辺りだよ。近くを探してみましょう。私がけ、でも、とにかく、ありがとう。大丈夫だよ。確かにここで間違いないみたい。周りは異常なし。出迎えとかがあるわけじゃないの？それとも戸を叩いてほしいのかな？もし勘違いだったらまずいよね。ありがとう。こんにちは。はいはい、ただ、おや、あ、お、
私のことを知ってるの？何かの冗談か？知らないわけがないだろう。こっちは友達か？それとも同級生？友達なの。あ、私だってわからないよ。唐突すぎてどこから話す。この人は。でも私が、あれは強盗事件より前のことだったし、会ったことがあるとしても。どうしたんだ？ごめんなさい。せっかく歓迎してくれてるけど。なんだ、さっきのは冗談じゃなかったんだな。じゃあ以前野外で俺たち一家が、うん、まさか。あの時は砲塔団に囲まれ、砲塔団の連中は耳ざといからな。不利な状況と見たのかすぐに逃げたんだよ。荷物どういうこと。なるほど。最初は冒険。本神の目を持っているお前相手なら砲塔団。そんな。ちなみに、うん、ごめんなさい。あの時は俺に、おっと、ちょっと待っててくれ。カバン？私がなくしたお母さんからもらったお守り。うん、それに宛先は。いやいや、誓って。そんな。こんにちは。自制するのも。人は皆しこの手紙を読んでるって。手紙の裏に、今回の旅が君の人生に啓発をもたらさんことを。勇敢、君を。失敗しちゃったのかと思った。頑張ったこと。いたずらじゃ。わからない。多分意識。私が、果たして私が、うん、今回はあなたが励まして。諦めなければ。何があったのか知らないが、いいことだったんだよな。うん。そんじゃせっかくだし一緒に飯でもどうだ。もう用意はできてるぜ。え、それは。大丈夫だ、遠慮するなって。友達も一緒にな。悩み事が、リラックスして英気を養。うん。それは、でもこれから休む。うん。じゃあどうやって。いいね。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃ。
ここにしましょう。あ、いやいや、あれ？え？レイラの同級生よ。見かけたから挨拶しようと。苦労してや。レイラは、私はいつもそう。できない、わからない。それはこの子ったら全然今日毎回呼んでいつもあんな顔さ。もうやめて、ごめんなさい。まあいいわ、あんたがそう思って。助けてくれてありがとう。みんなを手伝いたいけど、うん、いつも誤解す。あなたみたいに話しか、はあ、私緊張する。正面からた、あ、うんうん、理論的な部分はほぼ完成してるから残りは一人でも整理できるよ。今はまだ一番の鍵になる一次観測が欠けてるの。それから論文の、え？論文を手伝って、あなたって、よし、その気持ちを無駄にしないため、まずは観測の実験だね。でも結局あのプラネタリだから、観測、うん、あれは、え、冒険、一理あるね。運試しに、いっ、明日深淵を目指せ。そうなの。先生術には詳しくありませんのでお探しのき、ですが彼は僕ですのでご紹介という形になりますが。本当に？どういたしまして。彼の名前はアザム。そうだ、私に何か用か。なるほど、状況は理解した。冒険者、そうです、私は普段から星を見ることを趣味にしている。これらの設備だからこそ。それはおっしゃる。こうしよう、君がうまく対応。研究内容、わかった。ああ、それでいい。では。ああ、もちろんだ。最も基礎的な原理だからな。それで。面白いな。はい。時間が思うに規則的な変化な、最も簡単な今取り組んでいるのは三つの軌道を。ええ、星が一つ増えるだけで演算に必要な作業。確かに複雑にはなりますが、自分なりに、だからこそ。いいだろう。私って私のコレクションが使い終わったら。ありがとうございます、本当に。たそう、本当、頑張りさえすれば機会があるから記録と比較は楽に進行できる。次の予定は論文の答弁のシミュレーションだね。急がなくてもいい。はっ。
っぱりここの風ちょっと説明す理論ってでも毎回だから人前うまくできなくても大丈夫よし。はい、あの3ページ目の明らかに3つの軌道の変異の回答はいい。ふぅ、もっと練習しない。本当にそう言われるとこういう練習もやいつの間にか本当に問題がなくなってたみたい。つまりよかった。ごめん興奮しちゃった。でも本当に嬉しいよ。なんていうのかな、結局そう思うとちょっと、そんなの機会があれば多分あなたが私を助けて、そうだといいな。今の私ここにしましょう。コーヒーとお菓子をち、あ、いやいや。徹底的にリラックス？理屈は、まあいいか。どうすれば、風景を見に行く。私にとって、見に行ってみましょう。でもいいのよ。こういうところに来ると息をするのも、はあ、これって現正当な小さい頃からあの時が一番楽しかったな。ゲームで負けた人がそれ、まあ、運次第。うわ、あの時一番流行ってたのは、リンゴと、それに、ザイトゥン島だったな。もちろん焼いた魚も美味しかったよ。皮が、ジュージューって煙を立てて、油で火がどんどん大きくなるの。ただこっそり川を泳いで魚を捕まえてた時は大人に見つかってすごくお説教された。ただ泳いでただけ、大丈夫だよなんて言ってたけど、今思えば確かに危なかったかもね。何もなくてよかった。見つけたので、うん、いい匂い。ここで食材を洗ってるから。
小さい頃はあの環境、あなたにもわかる？なんていうか、結局後々か、もうそうだね。だけど離れると、だからこれからはそうなるといいね。当分と結局のんびり、今はこうしてみて。そうだね、じゃあ散歩しましょう。やった！はっ！月のように永遠な。堂々不意打ち、気をつけなさい。いたがっちゃいない。よっ！予想外のことというのは楽しいものだ。湖があったんだ。この冷たい、ちょっといいかな。え、前に泳いだのはいっちゃ、じゃあダメだよ。まあ、もう始まってるの？星の五加川、でもそれに今はよく、やめてよ、そんなに励ます。でもなんて冗談だよ。私が知らないだけで魚になっても悩みはあるよ。それじゃあ引き、よし出発だ。ここにちょうどキノコがある。弾力を利用して上へ行ってみない？久しくやってないからちょっとやってみたい。でもいいのよ。ずいぶんと、でも毎日本や論、そうだね。あなたは私発損でも、それわかった、やってみるよ。気持ちに体、小さい頃はいつもこんな風に楽しく過ごしてた。もう遅いから、あ、聞きたくな、じゃあ先生術を。その後だからこそ、空の星々は故郷のすべ、そういう純粋なもんだから、どんなに辛くて、うん、星はもうしばらくしたら出てくるかな。星が出るのを待ってるなんて、なんだか子供みたいだね。
でもいいのよ。はあ、やっと待ちましょう。つまり洗礼、そうだね。はあ、探し出して。え、ちょ、相手は洗礼だよ。ごめんレイラ。お、そして赤い印象は、じゃあ、私は、あの、もちろんだわ。ただし、うん、簡単に言うと運動神経、おまけに奇妙な能力もあるらし。それってまあ、でもこれはこういった事例を、その、それがない。わかるけどね。あなたたちはどう、うん、あなたたちも、急がなくてもいいのよ。こんにちは。ごめんなさい。まあ、手がかりは、ん、私はただ、劣等生が暇つぶして知恵の伝道になんて来ないよね。午前0時頃、空から黒い影がドーン。その時は、すると、ええ、最近はみん、ちょっと質問、ええ、なるほど、って変じゃないですか。驚くほどのことではありません。わかりました。手がかりをありがとうございます。ええ、ごきげんよう。ルタワヒスト学、あら、あなもって、ええ、あなたもメイロン派の学生ならご存知のはずですわ。でも私がか、まさか、その可能性は低いですわね。次に、たとえ本がなくなっている、人気のない本なら。なるほど、この2点を結びつけ、みんな、わかりやすいものもあれば、レイラ、まず、次に、その行動、書籍の管理は厳重。もうちょっと、もうちょっと考、もうちょっと考えれば。もうちょっと、もうちょっと考えれば、書籍の管理は厳重。印象のこと、この二つの、この二つ、なるほど。うん。外部の人間、次に、つまり、洗礼は研究をしてて、私が出したし、それなら、この水、褒め、でもそれは中、どうしてそう。
正直、でもこれに頼るし、眠くなったらちょっと。ありがとう。やっぱりこの人間どころか夜行性の動物さえあんまり見かけないなんて、いくら確証があっても理にかなっていても、私が起きている、その二つに言ったでしょ。私には意識のない状、何かが私の知らないうちに動いて、あれは私、今回の洗礼、あれが助けてくれるの？助けてく、真実が、でも、無理だ。どうしたの？この一晩があれば。論文も結構進ん、もうやめて、レイラ。ごめん。ぼーっとしてた。どうしたの？何の話？もう一人。まあ、私のことを待ってたみたいだし。とぼけても無駄だよ。悪気があったわけじゃないし。これは君のアイデア？なるほど。はい。あの子、そういう、誰が本気、私が自由に動ける時間は多くないんだから、人を助け、知恵の伝道にし、だから、30人団の注意を引かないよ。でも学生が、はっきりした目撃情報を残しちゃったら、超能力の伝説についても、あれはただ論文を書く途中でやったことだよ。どう？これでぜ、ほら、あの子は情緒不安定だし、いつも自分のことを、もう一人のレ、あの子に任せる。そうやって、私があの子なんだ。あの子の一番、あの子が一人前になる。あの子はと、私の情報は何、私の、あの子がもうすぐ、信じないよ。助けるって言って、ねえ、お願い。急がなくてもいいのよ。十字路と言ったら、でも、ごめん。本当に。しましょう。こんなことまでさせちゃってごめん。まずは精神上、後ろに魔物だよ。手伝いたいの。悔しいを、手を出すべき運命は、行きましょう。完成。権限、やっせ。
せよっ、はっせいっ、さっさっ、やっ、はっ、ちょっ、さっ、邪魔しないで、やっ、はっ、はっ、ちょっ、動いただけで息、こういう時でもあなたにはバレちゃうよね。でも迷惑褒められちゃった。毎日あるようなことじゃないよ。体は弱いけど根性だけはあるから、しばらく休めば大回復するまで。こんにちは。そういう、ごめん。大丈夫、ちょっと気が散っただけ。そうだ、私が質問しようとしたところで。ああ、ね、なんだか。では問題ないわ。ざっくり説明するね。実証することは難しいし、でも最も複雑な。それは聞いたことがある。星のそのうち三軌道問題。私はこの前、この方法は。ああ、知ってるぞ今回の論文では残り。なるほどな。私はありがとう。使い終わったらちゃんと返すから。それでは失礼します。次の予定は。え、どうして。へえ、まあいいや。焦燥感。ただこの場所で。だから気になってるんだけど。本当にあの子に激。最後まで。あの子はこれからどうする。さ、さ。今からノートを書くから、気になる質問があった。そうだ、簡単に。あの子は今タフな子だけど、あの子がだんだん弱って。ちょっとずつだけど、私の知識教令員のような。って、ただ成長信じて。よし、もちろん署名なしで。
この世を渡り歩くには、より多くの道。急がなくてもいいのよ。と、急がなくてもいいのよ。